はい、どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。さあ、やってまいりました、超後輪ガシャですね。久々の後輪ガシャをですね、引いていきたいと思います。実はね、動画外でも引いてたんですけどね、先月あたりとかは、動画としては久々の感じですね。いや、ちょっとですね、見ていきましょう。本当、年末年始のね、期待してた通りのですね、やってきましたね。黒の最高に入ってやつはですね、 SP ハイディオ、まあかなりぶっ壊れだとは思いますが、またね、これも希少ユニットということで手に入りにくいね、状態ですね。まあピックアップがどんどん、少なくなればというか、引かなければ 0.2 でもピックアップは必ず手に入るようになりますので、まあ我慢するのも一つの手かなと思いますが、やはり引いておきたいのはこのディオですね。強すぎる。でもですね、今回は残念なことに、バイツアタスがねないので、ちょっとねという感じです。そして4セット目ですねは、ビギナーズガシャと同じのが来るのですね、おまけがつくんですけども、これまた残念ながら、降臨ユニットのねじゃないんですよね。 3.5 周年にあった降臨ユニット、ビギナーズガシャではないので、本当に残念ですね。残念です。年末年始だからやってくれてもよかったんじゃないかなと思ったんですが、まあこればっかりは致し方ないでしょう。ということでね、引いていきましょうかね。まずは1セット目、6セットまでざっといきましょう。マイナス。さあ、演出は隠していきます。さあ、虹は走っているのか。さあ、どうだ、どこ、抜けサーク。さあ、2枚目どこ、ロハン。3枚目、おーどらら、赤色だが、昇格のみ。マライヤー。さあ、ドラララララで辻、あーいやー、5枚目どこ、さあ来るか、タルカス。7枚目、おっと、ようやく聞いた。どうだ、プリスケ、ディスケ、ノーです。さあ2枚以上は確定、やりました。さあ何が来る、どこで、ガーミー。さあラストは当然演出は十分。さあ来い、天国ロハン。 SP ユニットやはりバカ当たりです。さあバイタータスはないので、ワン。さあどこ、光らない。シーザー。さあ天国アビリティはアップしました。いやー、よかった。さあプリスケは D スケ、アビリティアップならず。1セット目はまあ幸先が良いところですね。では2セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。稲妻走っといてくれ。ドラララララ、ハンティン。2枚目どこ、ジョセフ。さあどこで、アブドゥール。危ない。さあどこ、白田が、昇格せず。マライヤー。さあどこで、ロハン。さあロラララララ、また出た、アブドゥール、カバドゥル。さあリサリサ先生が出てきて、7セット目ぐらいですかね。さあトニオさん。さあ8枚、おっと9枚目、数え間違いです。だいぶよかった、バイツダスト、やりました、ありがとうございます。バイツアダストです。ここではね、本当はバイツアダストがかかってほしいんですが、さあワンツースリー。さあどこドラララで、ジョセフ。どこで、ケイチョー。おっと、もう一枚あった。しかし、お、来ました。やりました、赤太郎助、ありがとうございます。これで火力アップ。
いやーよかった、バイザーとサビーチアップはならず、残念。さあ28枚点、すごい数になりました。さあこれでプラス6になったのでかなり余裕が出てきました。はい、ということでね、3セット目、これは2枚以上は確定ですので2枚は余裕を持っていきます。ではですね、3セット目参ります。希少ユニット1枚でも出て聞いてください。さあどうだ、当然ですね、虹の稲妻、どこどこどこ奥安、さあどこどこどこ、2枚目、ストレイツを、3枚目、どこ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 、おーでストレイツをんーちょっと違うな。さあディオ、久しぶりに見たような気がする、ガシャで、フィーザー、さあ6枚目か、ワム、7枚目、おっとこれは無理やりの8枚目で無理やり逆ジョナー、ありがとうございます。さあ9枚目も当然演出は十分ではなかった、当たってはいる、当たってはいるけどちょっと違う、新ユニットだ、新ユニットが欲しいんだ。さあどこ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 で、おいおいやじ、さあまだ義務教育中なので当然アビティアップ、魂チップが満タンですね。こちらも義務教育中ですね。魂チップがようやく10枚、ちょっとどうかなっていう感じですね。さあ4セット目ですね、おまけがついてきます。4セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。さあドラララララでジョセフ、ローロージョセフ、さあ2枚目、ジョセフ、これまたジョセフです、ドラララララでシーザー、どこ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 、おおサルちゃん、おサルさん、2枚目のおサルさんですね。さあオインゴが出てきて5枚目はどこ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 、ビュー、さあ6枚目、そろそろ出てきてくれないと悲しいな。ボンダーレ7枚目、うん、これはまたポルナレフ、さあ8枚目、おっといきなり来た、よし、お前じゃない、お前ではない、これ2枚以上確定だったかな、んこれで終わり、あ終わりだ、終わりだ、こいつか、まあ当たっただけマシだと思えばいいのか。ワンツースリー、さあマンモワンモアがもう一度輝いてほしい、ワンモアねえな、うわーネズミ終わりだ、うわそろそろこれはスタンプ落ちでもいいんじゃないんですか。違うんだよ。さあ持ってないユニットがですね、3ユニットですね、ディオ、ディオ、ジョセフですね、この3体のどれかが来てくれること、希少ユニット1枚も持っておりません。では希少ユニット目指して5セット目参ります。さあ泡の色は当然虹なんですが、ドラララララでジョセフ、さあ幸先が良いぞ、ジョセフが来てくれるか、ジョナスさん、逆ジョナはいらないぞ。さあ奥安、こいつはまだ関係ないですね。4枚目、ジョナスさんに2票入りました。さあどこどこどこでテレンス、違う、あーそろそろ親父で、そろそろ出てきてくれ、2枚以上確定してほしい。ブラフォード8枚目ということは1枚のみ、ジョセフ、これはジョセフに期待がかかるぞ。さあどうだ
ピックアップはジョン太郎でした。あれだけジョセフ、ジョセフ、ジョセフだったのに。いやー、これは悲しいことになってきました。当たってはいます。当たってはいるんですが、さすが気象ユニット。出る確率が低すぎます。さあ、これで義務教育はまだ終了してないですね。強くはなってくれたんですが、ちょっと違う。さあ、最後ですね。この動画最後の6セット目参ります。さあ、泡の色は当然虹で稲妻2枚以上は確定。さあ、どこ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 でオケアス2枚目、これフォース3枚目、ドラララ、そろそろ出てきて3枚以上欲しい。続いてはドラララララでアブドゥル、さあ5枚目、金大地出てきて、出てきて、また7枚、8枚目、8枚9枚目か。これはちょっともう悲惨な感じですね。おっと、初めて降臨ユニットが出てきました。超降臨ユニット以外が出てきました。もうこれは期待が持てません。演出は十分なんですが、ワムワムか、プラス1で出てきたのは嬉しいんですか。違うな、違うんだよ、君たち違うんだよ。このホース、さあもうダメだ、ダメだ、もう今回は見逃す、スルーですかね、もうこれ以上は。はい、アビリティ2ですね、しました。楽しいチップも2枚増えて、おっと、アビリティアップ、ハイコンがアビリティアップ、やりました。はい、ではですね、7セット目やっぱり引くことにしました。では7セット目参ります。さあ、演出はどうなっているのだ。稲妻走っているのか。さあ、どこ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 、1枚目欲しいところ、アンジェロ。さあ、2枚目、ドラララ、プロフォード、4枚目、3枚目、ドラララララで、ハンティング、ドラララララ、4枚目はジェイガイ、5枚目、そろそろ出てこないと2枚以上は確定しないぞ。さあ、6枚目、ちょっと7枚目はどこどこどこ、青い稲妻だが、やはり SR。 さあ、8枚目、厳しい、これは1枚欲しい、1枚、そしてどこ、あー、おっと、インスタ十分、よし、なんだ、ジョッシーズ、ジョッシーズ、まあいいでしょう。降臨ユニットが手に入りました、ありがとうございます。ワン、ツー、スリー。さあ、どこ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 で、ジョセフ。さあ、2枚目どこ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 で、フェッショ、まあいいでしょう。こちらがアビティアップですね。まあいいでしょう、1枚確保しました。さあ、8セット目ですね、ガシャが来ます。では参ります。色は何色だ。さあ、ドラララララでマライア。さあ、どこ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 でハザマーダー。3枚目ドラララララでユカコ。4枚目はマライア。マライア多いな最近。どこどこどこでディオブランド。さあ、8枚目、これはこれはもしかして9枚、もしかして
ザリスナー先生、あーっと間違えた間違えた、え、あでもあーかなり数え間違えてますね。これ何枚目だ何枚目だ、もしかして、あ金が若いわん、望みが薄い、さあドラドラで金が湧きちゃいました。さあおまけのね交換チケットが来ました。そして9セット目ですね、9セット目参ります。さあ9セット目は当然虹の稲妻、さあドラララ、2枚以上は欲しい、さっきがね1枚も出なかったので2枚以上は欲しいところ。ロハン3枚目ドラララララで、うん、ガミ4枚目ドラララララ来ない、ジョナスさん5枚目、さあ1枚目は確保しました。長太郎、久保太郎じゃない、さあ6枚目は光一くん、7枚目もう1枚ぐらいはシーザー、8枚目、あこれは2枚ですね、また光一くん、さあ9枚目は何が来てくれるのだ、久しぶりに見た屋上、光太郎がどんどん強くなってくれるのはありがたいんですけども、ちょっと欲しいのが出てこない、しかも新ユニットが当たりません、新ユニットが来てない。さあ屋上がアビティアップはなりました、1上がった、13、最近使ってないんですけどね。さあこれで菅生太郎が義務教育卒業です。ここまで来るとさすがに強くなるでしょう。さあ10セット目ですね、10セット目参ります。さあこれは1枚は確定なので、1枚は確定なので稲妻が走っているかどうかによります。さあドラララララで、もうカメオ2枚目、どこ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 で、どこどこはねなかなか来ないですね。テレンス3枚目、どこ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 、イギー4枚目、さあそろそろ1枚は出てきてほしいところ、出てこないと困るぞ、おっとこれは演出の十分、さあ来い、なんだバラディオ、 0.2 は引けた、しかしディオ違い、バラではない、バラではない、バラじゃないんだ、当たったら嬉しいけどバラじゃない、お前ではない。7枚目アブドゥール、8枚目、さあ問題の9枚目、さあ誰が来る何が来る、さあ来い、コウタロウ、ワンツースリー、ここに望みをかける一輪、さあさあ何が来る何が来る何が来る、ルーンプリスケディスケ、3枚は確保したけどもちょっとなんか違うな、まあバラディオは取れたということでゲットでよしとしましょう。プリスケ、おアビティアップかなり強くなってくれました。ということでね、10セット引いてこのような結果となりました。さあビギナーズガシャをね引いてみようと思います。ビギナーズガシャ参ります。さあここはビギナーズはね演出見ていきましょう。もう得意属性はね終わっちゃってるので、これはいいっすね、これは動画的にはいいっすね。ということでちょっと1枚目2枚目、ジョタロジョタロ、3枚目もジョタロ、ジェイガエル4枚目、ロギンズ、さあ5枚目は金大地6枚目、ヤモート7枚目、カウス、さあ8枚目まで来ました。 R ばっかりだな。さあ問題の9枚目に堂々と来て、ハイコン
え、ハイコン、氷ユニットですね。ハイコン氷も当たるのか。へえ、じゃどうだっけな。ワンツースリー、まあ1枚確保で良かったです。さあどこどこどこで、うん、昇格ならず。スピードワゴン、ロースピードワゴン。さあテレンスですね、まあいいでしょう。アビティはさすがにアップならずというわけで、1枚確保ですね。これは直接もらえてるんですね。じゃあいいでしょう。さあチケットをですねもらえたので、まずはナイフディオですね。ナイフディオを交換します。さあナイフディオチャレンジ、ナイフディオチャレンジ、アビリティ13に、13になりました。ありがとうございます。13になりました。おかげでこれで、プラスになったので、もうナイフは、まあ、自分の中ではいいかなということで、ゆうちゃんチャレンジかな。もう、あ、ハイコンって違うんだ。氷ユニットじゃないんだ。認識不足でしたね。違いましたね。さあ本来ならばムーブブーストに行きたいところではあるんですが、ゆうちゃんチャレンジ、ゆうちゃんチャレンジ2枚行きましょう。ゆうちゃんチャレンジドンと一括受け取りで、失敗です。ゆうちゃんチャレンジ失敗。どうかな。まあバラリオがね、一応 0.2% ですね、取れたということで、よしとしましょう。まあ、バラリオなんか違うな。ジョセフか、ハイリオが欲しかったな、正直。まあ、一回取れてしまったら、バラリオもなんか取れるでしょう。また取れると思います。まあ、それよりも何よりも、ね、イバラリオがね、0.2 より低いイバラディオを引いてしまったという事実がねありますんで、確率的にどうかな、確率ってなんだろうなっていう感じですけども、まあ、新ユニットをゲットということでよしとしましょう。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。